こんにちは、メルチコです。今回はザラの購入品紹介になります。結構ね、買ってきました。でちょっとね、前になるんで、今売ってるものももちろんあるんですけど、もしかしたら売り切れたものもあるかもしれない。先月買ったかな、先月買ったものになります。2月ですね、2月に買ったものになります。では見ていきます。まずはこちら、じゃーん、ボアベストですね。こちらは、こちらは L サイズの5990円になってます。2色ぐらいあったかな。こっちのね、ブラウングレージュっぽいような色が良かったので、こちらを購入しました。ファスナーがね、ゴールドになっていて、ポッケもね、2つついてるのでいいです。今はトレーナー着てるんで、ちなみにこちらも、このトレーナーもザラの購入品の前回のトレーナーになります。こんな感じです。かわいい、さっと出かけるのにめっちゃかわいいです。結構厚みがあって、ペラペラって感じではないので、今のね、この春の肌寒い、風が強い時に、季節にまだ全然活躍できるので、こちらになります。よいしょ、これが1点目。で、次はこちらになります。かわいい、この中でざっくり感のあるニットになります。グリーンで、なんかグリーンでボーダー系を探してて、カラーものだったら、ね、インパクトあって春とかも可愛いなと思って、これはめっちゃ目に行きました。こちらも L で4990円になります。これはね、ちょっと着てみます。はい、着るとこんな感じです。可愛い、このなんかもなんていうの、この 2種類のニット感、かわいい、めっちゃ。今は、ね、これ今透けるんで、下にヒートテック着て、まあ普通にね、羽織りとしてね、カーディガンで着てもかわいいと思います。かわいい、これかわいいです。次はこちらになります。ボーダー狙いでいったんで、これに続きまたボーダーなんですけど、赤とネイビーのボーダーです。ちょっとね、マリンポックもあって、これなんかその船っぽいやつ、ちょっとこれこんな感じ でこちらは、これも L で買ってて5990円になります。着てみます。はい、こんな感じです。かわいい、ちょっとね、袖は長くなっちゃうんですけど、まあ、ゆったり着たいんで、こんな感じです。かわいい、このゴールドのボタンがめっちゃかわいい。ちなみにポッケもボタン付きで、ポッケもついています。羽織ばっかりですねで、次も羽織なんですけど、こちらにこのブルゾンっていうか、ダウンっていうか、めちゃめちゃ可愛くて、もうこれめっちゃヘビロテしてるんですけど、こちらもね、袖もね、こうやってクシュってなってて、で、両方ね、クシュって紐のこういう感じです。こういうのでクシュってできて、で、このね、ポッケもクシュってできるんですよ。ここをね、引っ張るとちょっとウエストが縮まる感じで、ファスナーとボタンと2つついてて、
裾もね、この紐で絞ることができます。で、ポッケがね、2つついてるんで、なんかめっちゃ便利。この内ポッケに携帯とか入れると結構体に沿うんで重くならないし、めっちゃポッケみたいに、これすごい可愛いし実用性もバッチシって感じです。すごい気に入ってます。こちらね、この間ザラ行ったら、うん、カーキもねありました。私が買った時は黒しかなかったんですけど、カーキも入ってました。こんな感じ、かわいい。で、ね、ここをね、絞るとね、こうやってなんかちょっとここがキュッて甘くなんかするんですよ。で、奥があるんですよ。めっちゃかわいい。ちょっとね、あんま絞るの好きじゃない。こんな感じです。かわいいでしょ、これ。もうなんか日常のね、さって羽織るのにめっちゃ便利なんですよ。で、これがね、ちょっとこれはちょっと着ちゃってるんでタグをね取っちゃったんですけど、 L サイズの1万990円になっています。はい、では次もアウターです。どんなキャラクターかも、ね、次はジャケットになります。黒ゴールドのジャケットです。かわいい、かわいい。なんかすごいね、高見えするジャケットで、こことかね、レザー使われてて、この金具系がボタンがゴールドなので、ブラックにゴールドがめちゃめちゃ好きで、でツイードですね。で、こちらは、これはね、なんかこの肩のね、パッドが、パッドというか、なんかこういう、分かる、できますか、この肩がボワンってなってる形だったので、一回エルボ着たら、もうボーンみたいな、ここのね、作りがすごかったんで、M サイズで1個下げて、M で12,990円になります。はい、着てみます。これね、ポッケがね、鍵縫いされてるから、糸で外さなきゃいけないかも。よいしょ、この上ちょっと合わせしづらいけど、かわいいね、これ。このね、ここがね、紙でね、ここがこういう感じになってて、なんで、なんかそのぴったり目じゃないとちょっと変ですね。大きめ買っちゃうと結構ボンっていう作りだから、さらにボンってなる感じ。かわいい、これもこちらになります。ちょっとね、この組み合わせが悪いんですけど、一旦これ、ここのね、レザーも入って、ツイードのレザーでめっちゃ可愛いです。そんな感じになります。なので、5着購入してきました。ちょっとね、ここら辺とかはもう着ないと、急に暖かくなったら着れなくなるんで、これとか、あのボアのベスト、まあ早速ね、今日撮ったんで着たいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではごきげんよう。